NHK が変造した契約書を証拠として隣におります斉藤健一郎をですね東京地方裁判所に提訴したということでございます。やはり NHK がですね現職の国会議員に対して裁判をしてくるということだけでも十分のニュースかとは思うんですが、その提出された証拠がですね、明らかに斉藤が記載したものではないというですね契約書がございまして、まあ、一部ですけども、これに対して、斉藤本人の方からこの契約書がですね、変造されたということの、まあ、証言を公の場ですることによって、いわゆる書いてないものが書かれてた、これ書いてないものっていうのは日付のことですけども、そこのところについてですね、まずは斉藤議員の方からちょっとそのこの契約書を出した経緯とかについて、はい、で何が問題なのかちょっと簡単ですね、その後村岡弁護士の方から。はい、はい、NHK から国民を守る党参議院議員斉藤健一郎です。まず事の経緯なんですけれども、まあ国会が終わりましてですね、6月7日付の日付で NHK から東京地裁から、東京地裁からですね、特別送達という形で、まあ、私宛てに、訴状が届きました。受け取りが6月の、22日かな、受け取ったのが。私が実際に特別送達なので私が直接受け取らないといけないので、受け取れたのは6月22日。まあそこから訴状を読みました。読んだところですね、もちろんこの受信料裁判に関して私が総務委員会、国会の総務委員会でですね、もう徹底的に NHK を追及していたので、もう私を説得して裁判するなりなんなりしてくださいと、あそこまで大々的にですね国民の皆様に対して NHK の不払いを、国会の場で国会議員が実際に不払いをしているその姿をですね公の場で国会の議事録まで残し、やったことに対して、まあ訴状を送ってきて、まあ訴えを起こすというのは、まあある意味 NHK としては当然なのかなみたいなというところは、正直ありました。まあただやり方的に、まあ総務委員会が終わったタイミング、まあ、このタイミングでやってくるんだなというふうなところは、まあちょっと気になるところで、まあやはりこの NHK のこの恣意的に受信料が滞納している人に対して、恣意的に行っている一つの例だというふうにはまず思いました。まあそこまで大々的にやってるから、まあ、逆の立場で考えると当然だろうという部分もあるのですが、ただやはり公平負担をしている受信料の中で恣意的にそういうふうに受信料を払ってない人を選ぶという形、ましてやその高額の金額の、ね、方からどんどんやっていくのだったらすごくこう理解も分かるのですけれども、少額であろうと高額であろうと、NHK のその裁判の取り組み、年間140件しかしてないような取り組みの中で、まあ、このような裁判の仕方を、まあ、しているというところは一つ問題提起はしたいのですが、まあ、今回はそれが特に問題ではなくですね、この訴状の中に、添えられた皆様のお手元にもあります NHK 放送受信契約というところですね、こちらは、私の、直筆によって、はい、契約書を届けました。この契約書の中に、記入日が令和4年4月20日というふうに、これ私自身が、記入をしております。で間違いなくこれ私自身が送りました、契約書です。この契約書の中にですね、まあもちろん、これは参議院議員になる前だったのですが、まあ私どもとしてね、NHK から国民を守る党として活動しているので、まあ我々が前から言っている、その契約はしてくださいと、NHK との契約はしてくださいということを言っていたので、まあもちろん私自身も契約してなかったところを契約しなければならないと思い、4月20日付で、契約を行いました。その時ですね、私自身立花孝志がの今までの NHK との戦いっていうのをずっと見てきましたので、まあ、その際、受信機の設置日というものはもう書かなくていいですよというふうなご案内をされていたので、このお支払いコース、まあ支払いをするつもりがない不払いのだったので、2ヶ月6ヶ月12ヶ月というところはもう空欄で出しました。それと同時にですね、もう印鑑は必要ないと思っているので印鑑も押しませんでした。
そしてもちろん受信機の設置日というものもこちらも空白で出しました。空白で出したところですね、私宛に届いたこの契約書というのがなんと2017年9月1日という形でもう日付が入れられてきたんですね。まあそもそも私が契約を出した後に受信料の支払いのお願いという形で皆様の方にもよく言っている受信料支払いのお願いが私の元にも届いたのですが、割と初っ端から高額の受信料請求が来たんですね。もちろんこれは記入日から私は請求されると思ってたんですが、割と高額なものが来ていたのですが、まあ、正直なところどっちにしても不払いしているのでそんなに気にならなく、まあ、正直スルーしていたっていうところが、事実でございます。ただ今回この訴状という形でですね、裁判をちょっと提起されましたので、きっちりとその内容を確かめたところ、これはどう見ても私の字じゃないなと、私の字じゃない状態で2017年と訴求した形でこの受信料を請求してきた NHK、まあ、これについてですね、立花党首と村岡弁護士とですね、こちらの方を相談したところ、もうこれは大きな問題だということで緊急の会議を開き、本日の緊急の会見に至ります。細かい、内容ですね、これに対してのどのような問題があるのか等は村岡弁護士の方から細かく説明をしていただこうと思いますので、私から事の経緯ということでした。よろしくお願いします。弁護士の村岡哲也でございます。ただいま斉藤議員から説明があった通り、NHK からですね、斉藤議員に対して受信料を支払ってくださいという内容の民事訴訟が提起されております。で、今の斉藤議員のご説明の通りであれば、この皆さんのお手元に示した項4という契約書はですね、令和4年、4月20日に契約がされ、かつここの受信機設置日という欄を見ていただきたいんですけれども、受信機の設置日が記入日と同じ場合、この、欄の記入ご記入は不要ですと。で、斉藤議員は今申し上げた通り、まあ不要だろうと、令和4年4月20日契約成立で良いという意思のもとにこの契約書は発送したんですね。で、そういうことであれば当然令和4年、5月からの受信料の請求になってくるはずなんですけれども、なぜか、2017年9月1日という数字がおそらく NHK のこの受信契約を受け取ったいずれかの人物、おそらく NHK の従業員だと思うんですけれども、その人間が、何らかの理由によってそこに新たに書き加え、当然斉藤議員は許可をしてない状態で書き加えてこの契約書を変造したということになります。偽造と変造という言葉の説明をさせていただくと、そもそも A さんの文章を B さんが作った場合にはこれは偽造です。要は名義人自体を、偽ったような場合はいわゆる皆さんよく使う偽造という文章になります。で、例えば斉藤議員が作った文章ではあるんだけれども、例えばこのように、契約の日付書き換えるとか、例えば売買契約で10万円って書いてあったものを例えば丸一つ足して100万円にして、その内容を大きく変ずる行為、これは、変造という、定義になります。で、刑法的には刑法の159条に規定されるものなんですけれども、まあ、偽造も変造も基本的には同一の罪、同じ重さになりますので、懲役3年以下という罪になります。で、これがなぜ起きたのかということは現時点では我々は正直分かりません。斉藤議員の話によれば、おそらくこれを提出して間もなくこれを、従業員の誰かが書き加えて、おそらく当初から請求されてた金額から推測するとかなり当初にこれは書き加えられたんだろうなと推測することはできます。で、この行為はですね、まあ、当然稲葉会長であるとかこの訴訟代理人をやられている東京丸の内法律事務所の代理人の弁護士が認識して故意のもとにこれをやっているとは我々もさすがに考えてはいないんですけれども、ただ少なくとも NHK の従業員はここに記載してはいけないことを斉藤さんの許可なく書いたという点については、これは非常に由々しき事態であると。で、まあ、これが犯罪として成立するかどうか、故意のもとにやったかどうかはまた別の話としても、
これがなぜこういうことが起きて組織的にこういうことが許されてしまったのか、またさらに言えば弁護士がこの変造に気づくことができずに今回東京地裁に提訴されてしまったということが NHK のコンプライアンス上極めて重大な問題を抱えるとして、今日記者会見の場で皆さんにご説明する必要があるという結論に至った次第です。とりあえず私の方からは以上です。はい、まあ分かりづらいかもしれないんですが、この日付というのはこのですね、ちょっとお手元に配った資料が私がちょっと細部ミスで2019年と書いていますが、2017年の9月1日の誤りですが、要はこの日付というのは金額そのものにあたります。つまりいつから受信料を払うのかという申請の部分になりますので、ここを記載しないというのはですね、 NHK 側はここに不動文字でですね、受信機の設置日が記入日と同じ場合コロナのご記入は不要ですと書いてるわけです。これもう完全に誘導していってるわけですね。ここ大問題なんです。ここの我々が2017年9月1日、受信機の設置、受信機設置日というところにですね、何も書いていないということは、実はここは4年4月20日のことを意味するというように NHK 側は誘導しているんですね。で、この誘導はこれまでもずっと NHK が行ってきたですね、まさに、慣習にあたります。でちょっと先生の方のあれかな、お手元にお配りしている、過去の2枚目以降の契約書をご覧いただければお分かりの通りですね、例えば2枚目、これは左の上の方、15年3月10日と、ここにはですね、平成15年3月10日というものしか書くところがありません。他にどこを探しても、例えば記入日とか受信機の設置日とか申し込み日という、そういったものは何もなく、ただ平成15年3月10日という日付が書かれていると。で、次のページに行くとですね、今度は、これ実は私が平成20年頃にですね、NHK さんと、放送受信契約というのは受信契約書を出した時から成立するんではなくて、受信機の設置の日に遡って成立するんですよというのを教えてあげたんです。まあ、もうちょっと具体的に言うと、私が NHK の天王寺営業センターに行ってですね、お前ら詐欺やないかって机を叩いた、あの有名な動画の時に教えてあげたんです。僕はあの時これを教えてあげてたんです。それを教えてあげたら、 NHK は平成20年の12月の契約書からですね、なんとですね、この契約書の記載欄のところにですね、入居年月日かっこテレビ設置日っていうの、これ2枚目のところ結構大きなものなんですよ。ここ入居年月日を書けとわけわからんことを求めてるんですね。あなたがいつその家に入居したのか、この放送受信契約書に一切関係ないんですけど、入居年月日かっこテレビ設置日だっていう契約書を作ったんです。これに対して僕が、いやいや何してるのあなたたちと、テレビの設置日と入居日は違うんですよと、そもそも本来 NHK の受信料というのは親元を離れて一人暮らしをした日から払わなきゃいけないんでしょということを教えてあげたら、次のページに行って、そこから右下の真ん中の下ぐらいですけど、一番下のところに受信機設置日っていう欄がやっと設けられて、でそこに同じことが書いてあります。受信機の設置日が記入日と同じ場合この欄のご記入は不要ですってやってるんですね。どうしても NHK は契約日を受信機の設置日、つまり請求の試験支点スタート時点にしたいということでこれまでやってきたんですが、なぜか斉藤健一郎議員の提出したものは何者かによって2017年9月1日という過失がされ、そしてそれを NHK の会長がですね、その過失された、つまり変造された請求書、ごめんなさい、契約書をもとになんと東京地方裁判所に裁判をしてきたということで、これは単なるミスというよりも、まあ組織ぐるみで私はこれはやろうとしているんだろうなと。ただ組織の中で会長に、この稲葉会長にもですね、この請求契約書については昨日郵便で送っています、ご自宅の方に。でかつ NHK 側にも昨日よりここは我々は記載していませんと、少なくとも2017年9月1日という記載はしていない、サイトはしていないということで、 NHK 側の窓口、国会対応の窓口に対しても
質問を投げておりますが、今のところ何の回答もありません。これは少なくとも大問題です。 NHK の犯罪について我々は、主張しているというか指摘をしているわけですから、単なるミスとかそういうものではないと。で、私この裁判、こういう裁判2000件ぐらい実はやってきていますので、この受信機の設置日について書かれた契約書なんて見たことはありません。ここに日付が入っている契約書を見たことがありません。数百枚は見ています。私が見ている契約書というのは、いわゆる NHK から訴えられた被告の方からのご提供をいただいたものですが、少なくとも数百件見てますが、ここに日付が入っているものは見たことがありません。かつ平成15年以前、 NHK が裁判する前においては受信機の設置日すら、各欄すらありません。で、今回なぜか斉藤議員に対しては、5年分の遡った請求をしてきているということなので、かなり悪質な請求をしているなというのが今回我々の主張でございます。で、まあ、明日 NHK からの明確な回答がなければ、明日にでも警視庁の方に被害届、被害の相談に伺うつもりでございます。まあ、これはだから民事だけの話ではなくて、ちょっと刑事、もちろんこれは会計検査院にもですね、しっかりと検査をしていただきたいですし、今村岡弁護士の方では今1万件以上、3万件ぐらいかな、いや、もう7、8万以上、7、8万の委任を受けています。従いまして、村岡弁護士の方からですね、 NHK 側に、同様の契約書のチェックをこれから NHK 側に求めていきます。写しを出せと。すでに我々 NHK 党を信じてですね、NHK との交渉を村岡弁護士に依頼してきていただいている方が7万人あるいは8万人、はい、ということで、村岡弁護士の方から同種の事件がないのかというのをですね、調べていくということになります。書いてないことを立証するのはこちらもなかなか困難ではありますが、それゆえにあえてこういう公の場で斉藤議員が書いていないということを述べることによってですね、まあ、NHK 側はこの後ですね、直ちにこれが誰が書いたものなのか、書いたのならば、それ斉藤君が書いたということであれば裁判所での筆跡鑑定の争いになるでしょうし、そうでないということであれば、誰がどのようなあれで書いたのか、根拠によって書いたのかについて、これ大きな問題です。 NHK の経営自体を揺るがすような大きな問題です。国会議員の書いた資料を改ざんし、いわゆる変造し、裁判を通じて法外な、違法な請求をしてきているという詐欺未遂罪の疑いも十分にあるものですので、このような形で緊急に、まあ、会見を開かせていただいたということになります。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客にさ多分ないんだ、女性の方もっと一発自信よ、お客はもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカー。